久保さん今回冷えるに冷えるとかにしときましょうかまあの望まなければ失うものもないまあ好きにならなければ嫌いにならないっていうね <laughs> でもまあ恋愛とかもそうですけども好きな人いない人生って僕つまんないと思うんですよねうんでも好きになればなるほど辛くなるしっていうまあでもしょうがなくないですかうん例えばそのね あのー、なんだあー松田聖子ちゃんがめっちゃ好きやねんみたいなね好きになれば好きになるほど遠い人みたいなね <laughs> そう松田聖子さんってなんかあれでしたっけ松田聖子さんってファンな松田松田聖子ファン結婚違うか 松田聖子さんは違うか誰かなんかすいませんアイドル誰だか忘れたけどそのファンの人と結婚したアイドルがいるような気がするんですよねうんそうだからまあしょうがないですねそれはうーんでもまあ辛く生きたくないとかねあ思うんだったらもう何も好きとも思わない何も思わないというか 欲求も捨てる、愛も捨てる、恋愛も捨てる、物も所有欲とか全部捨てる、全部捨ててる、捨てるっていう。じゃあ全部捨てたら人間なのかなっていう <laughs>。まあじゃあ生きて、生きて、生きなくていいんじゃないかなみたいなね <laughs>。うん。だからバランスだと思うんですよ。多分ね、バランスだと思うんですよね。うん。バランスとどこを見るかじゃないですかね。うーん。 ね、ちょっと堀江さんの話を出すと堀江さんは運転しないとで運転するして事故ったらいろいろあると事故,事故に関してで、まあ、事故もじゃあその自分が運転しなくてもー、まあ、突っ込まれることもあるだろうし運転手がやらかすこともあるだろうし、まあ、車に乗る時点でもはや事故っていうリスクは避けられない <laughs> うん何するにしても うんってか日本に生きてる時点で地震っていうリスクはあるだろうしやっぱね何を思うのか何を切り取るのかで全部変わってきちゃうのでうんその人の正義も結局そこの部分を切り取ってるじゃないですかでもそれはそれでいいと思うんでうん、だ冷たいところもあればうんだなんだろうな夏 冷たいいアイスを食べる美味しいですでも冬にアイスを食べる美味しさもあるだろうし冬にね暖房をかけてる部屋の中であのアイスを食べるあの喜びもあるだろうし <laughs>、うん、あのなんだろうな夏ね夏ってまあ東京にいた時は僕はあのオフィス街とかオフィスとかもうクーラー効きすぎだろうと夏のに寒いとかねあるんですよ ビールとかめちゃめちゃ冷房入ってるみたいな夏なのにクーラー効きすぎやなみたいなでそんなクーラー効きすぎてるところであったかいおでんを食う価値もまたあるだろうし <laughs> まあそこのね冷たいオフィスであのカップラーあったかいカップラーメン食うとうまかったりとかするし浅間山山荘の立てこもり事件でカップラーメン食うのと一緒みたいなんで <laughs> うーん だ冷たいところもあればあったかいところもあり北極があれば南極もありまあそれが地球だしまあその地球の中にはあったかい国しかないところもあれば寒いところしかないところもあれば <laughs> まあいろいろですよねうんただね僕はね思うんですけどもまあその宇宙事業をまあロケットをね 作る難しさロケットを飛ばす難しさそれを事業としてやる難しさに比べたらですよネットでこう発信してお金を稼ぐっていう難しさは、まあ、間違いなくこっちの方が僕は難しくないと思うんですよだからその何だろうなどことこれも比較するかですよねなんかネットビジネス難しいと思ってる人いると思うんですけどじゃあそれ宇宙事業と比較したら 超簡単じゃんっていう話で <laughs> だから堀江さんも結構なんかね手取り14万なんかそう知らねえだけだろうと知ってればいろんなネットで稼げるのいっぱいあるしみたいな言うわけなんだけどもまあだからもうなんかやっぱどこと比較するかですよねうん本当と結構大事ですねうん、まあ、僕はまあ声を大にして言いますけどもあのネットで100万稼ぐっていうことは誰でもできると思います で誰でもできないことがあるとするならばですよ。誰もができないことがあるとするならば、俺には無理だっていう思う人がやっぱり大半なんで。であとはやりきるとか、継続するとかやりきるとか、そういうのができない人が多いので、そのできるんだけど、そこができないからできないんですよ。まず自分にはできないと思う人が多い。継続できる人が少ない。やり抜けないとかね。それが多いからできないんですよ。だからなんだろうな。 その、稼ぐ行為自体は、そんなに難しくないんですよ。日々発信して、なんだろうな、アクセスを集める。じゃあ、アクセスを集めるために SE を、タイトルとかね、トレンドとかそういうのを見て勉強していく。カスタムサムンイルもちょっと、まあ、YouTube だったらね、いろいろと対応していく。で、それやれば絶対、その、あの向上していくので。でも、その作業自体はそんなに難しいかっていうと、そんなに難しくないんですよ。まあ、宇宙事業と比べたらね <laughs>。 ロケットを飛ばすということに比べたらカスタムサムネイル作ることなんて難しくないですよ。まあ初心者の人にとっては難しいかもしれないですよ。でも、うん、僕は難しくないと思うんですね。それはやってないから難しいだけであって。まあずっと毎日やってて難しいってこともないだろうし、ね。まあだって変わんないじゃないですか、別にそんなに大したうん。ね、その YouTube のカスタムサムネイルのサイズがね、毎回違うとかね。 なん,かなんか1ミクロンでカスタムサムネイルを作らないといけないみたいこんなちっちゃいカスタムサムネイルの中にこんなちょっと描かないといけないとか難しそうですけどね <laughs> もはや見えねえよみたいなねそうカスタムサムネイルはミクロンにしてくださいみたいいやミクロどうやって見んのみたいミクロの中にこうやってこうこんな感じ、ね、こうやってこうなんかむちょっと難しいですね <laughs> うんそうまあ僕はね もうなんでこれを言えるかっていうと僕自身もそうだったんでねやっぱお客さんも見てるし、まあ、何度も言いますけど久保さんもねただのマージャン店のおっさんだったわけですよ。<laughs> まあ他にもいっぱいお客さんでねダメでう,こう,うまくいった人いるし僕自身もあの偉そうに今話してるんだけども、まあ、カスみたいな人生を送って底辺の人だったんで、まあ、単純に底辺のバカでもカスでもねクズ野郎でも、まあ、稼げてるので。 ただ100億円は無理です、僕。もうあの、カミングアウトというか、カミングアウトだからもう目指さないし、無理、目指したけど無理だったし、もうそこ目指さないです。無理です。求めてないし。<laughs> 100億は無理だけど、100万はいけます、はい。で、これは別に僕だけなのかっていうと、久保さんも昔は100万円すげえなって思ってたけど、今、鼻くそレベルになってるわけですよ。多分、久保さんが100万稼ぐっていうことに関しては、多分鼻くそなんですよ。でも一番最初ネットで <laughs>、 <laughs> このよくわかんないけどねホワイトボードでねあなたですみたいに言ってた時は多分よく分かんなかったと思います100万稼げるなんていうねだって体験もないしそうなのね難しくないと思いますけどねでもそれは難しくないと僕が思うだけであってみんな難しいと思うしやらないし計測しないしだからずっと難しいままだしずっと概念もわかんないままだしずっとそのままですよね ね、僕はそのままでいいのかなっていうところですね。そのままでもいいんだったら、リアルの会社で就職あの、働き続けるしかないので、それやってくださいっていう話ですね。それが嫌なんだったら、嫌なんだったらこっち頑張れよって話で、いこっちも嫌です。そっちもやりたくありません。それはわがままだよっていうね。<laughs> それこリアルの会社も嫌です。ネットでそういう地味なこともな、なんかそういうのもやりたくありません。でもお金が欲しいです。 そんなに甘ないっすよ。そんなに甘くないですよ。<laughs> あれもやだ、これもやだ、でもこれは欲しい。うん、難しいっすね。でも、中には通る人もいるかもしれないですけど、わかんないっす。<laughs> ね、宝くじ当たる人もいるじゃないですかうん宝くじ。宝くじ買うことは難しくはないですよね。300円ぐらいあれば買えると思うし、宝くじ売り場行けば買えると思うんだけども。 まあ,あれは難しいですかね。宝くじを買うっていうことは。でも買い続けるのは難しいかもしれないですね。例えば毎月100万宝くじに買い続けるとかね。100万ねえよって話で。もしくはその宝くじを研究し続けてどこで当たるのかっていうね。昔その宝くじでその高額当選を何発も連あの当てた人がテレビ番組これ YouTube でもアップロード、なんかお,さんおじさんなんですけども、なんかすげえ研究したらしいんですよ。もちろんその、 あの当たんない時もあったけどもいろいろな方角だったりとか自分なりにねどういうところがその当選の宝くじが出るのかっていうのを研究してで買い続けたっていうことを言ってたんですけどそれやる人いないですよね多分ね <laughs> うんいってらっしゃい